はい、山形です、絶対に戦力外にできないペナントをやっていきたいと思います。まず開幕戦だな。俺平田見たいんだよな。平田ってあんまり見たことないからね。平田って俺初めてじゃない、使うのパワープロのペナントであんまりないよな。まあ、戦力外になった平田とかは多分使ったことあったと思うけど、なんだこいつメガネのやつは。誰だお前メガネ、誰だお前メガネ、探し出して火炙りの刑事したよメガネは。お前か、お前メガネなのか。ショート守ってるメガネって小坂じゃん。もしかしたらこいつ小坂になれる逸材になるかもしれない。俺も8番ピッチャーやりたい。俺も8番ピッチャーやりたい。ヤクルトのキャッチャーがルーキーなんだけど、セカンドもルーキーだ。ショートに強打がいる。だからセンター青木ってどうなの、ヤクルトファン的に。今現実世界でセンター守ってるじゃん、うまいの。でもセンター坂口がセンターいるってなったらファーストがいないのか。坂口がファーストそこそこうまいからファーストやってるでしょ、まあ、バレンティはレフトとして、雄平がセンターで、雄平がどっちがいいのセンター。青木雄平と青木どっちがセンターうまいんだろう。このルーキー見ようぜ、南部。あ、山田ですからこれはだいぶ落ちるな。キャッチャー長い。おお、キャッチャー C じゃん、ルーキーで。すご。中村はルーキーに取られました。角中がいる。ここは強。抑え適性あるじゃん。適性あんの、抑え適性、本当にあるのか、小川には。打ちました。初球打ち、レフト方向へ持っていきました。ああ、バレンティンの守備。ランナーありません。よし、1点取ったぞ。てか平田が絶不調なんだから取りたいよね。て平田じゃないわ、小川か。畠山がファースト出てる。畠山がレギュラーだって。ああ、1点取られた。取ろうぜ。小川絶不調だよ、これ打てないとダメでしょ。絶不調の小川打てなかったら。でも2番に平田置いてるわけだから、俺は打てると信じてるからな。バッター追い込まれました。平田追い込まれてからも強いからね。うわ、セカンドゴロ製造機。セカンドゴロ製造機。相手取られちゃった。なんとかしてくれ、平田。ホームラン打とう。セーフチャーの側から1点ってやばいって。8点ぐらい取らないと。広角打法を生かした。ライトスタンドに打とうぜ、ホームラン。神宮なら打てるでしょう。ホームラン打つ気ない、こいつは。こいつアベレージヒッターになっちゃった、平田は。完全に外れた。ホームラン、ホームラン、平田。お、いいね、いいバッターだな、こいつは。2番として自分の役割を果たしているな。ああ。なんとかしてくれ。第2球。投げました。打った。畠山があんなとこまで動けるわけないでしょう。ヤクルトのキャッチャーメガネだ。古田以来のメガネキャッチャーだから話題性重視だな。ヤクルトはダメだな、そういうチームは絶対負けます。ヤクルトには勝ったわ。そういう話題性を重視してるような。雄平は晩成ですか。まあ、雄平だから普通の時と晩成の時があるよな。本当に何なんだろうな、違いは。もう今年は5位確定でさ、ヤクルトには絶対勝つ。そんなメガネのキャッチャーを使ってるようなチームには負けませんよ、私は。どうする、もうシーズン終了までいきますか。今年はどうなんだろう、勝てんのかな、勝てないのか。まあ5位争いとかしてたらシーズン終盤で止めようかなというふうに思います。よーし、シーズン終了までいきました。再開。前は5位だったんだけどな、パート2は。まあしょうがない、再開。54勝3割9分1厘勝率。やっぱ大谷効果ってすごかったんだなと思いましたね。投手でも来てガルシア行きました。5勝13敗 3.37。 ピッチャー陣は悪くなかったんだよな。ソンチャンホ4点台、唐川2点台、優秀ですね。えのきだ 3.52、 そして能見さん先発で 2.63。 すごい能見さん。ルーキー三島こんな感じです、能力は悪くないよな。
高卒だし、考えたら高卒ルーキーでこの成績はすごいです。須田もや先発して頑張ってくれたね。青山63イニング投げたんだ。ロドリゲスも60イニング、加賀も2点台、岸田も2点台、すごいんだよな中継ぎ陣は。田中も2点台、山本ダメだったら9点台だったな。相変わらず投球30回で9点台ってことは31失点か、すごいな。イニング考えたらめちゃくちゃ失点してんなこいつ。浅村3割5分1に36本、すごい。浅村すごいな。平田も3割4分5に14本、 OPS9、 出塁率が高い4割1分、長打率もある5割。浅村長打率6割2分2厘ってすごいな。雄平、匠がルーキーで触る言ってました。こんな感じの能力です。守備上がったから次パワー上げるか。いきなり3割打ちました。ディクソンは全然打ってません。でも立川はこんな感じかな。意外としょぼかったな。ディクソンの石原はまあ石原です。戸塚はこんな感じ。戸塚悪くないよな。チャンス F はちょっとあれだけど、ちゃんと首に気をつけよう。ちゃんと首に気をつけましょう。変な間違って首にしないように。ここでまた積む可能性があるからな。毎年毎年積むポイント、毎年毎年積みポイントがあるからね。俺の縛りには、今回の縛りには平田と浅村がベストナイン、ゴールデングラブ平田、新人は匠、最短打平田、最高出塁浅村。渋いタイトル取ってるね。最短打最高出塁っていう。平田が最多安打なんだろう、意外と。首位打者は取れてないけど。てか浅村あの成績でタイトル取れなかったら何も。ああギリギリ勝てなかったのか。でホームランは、ホームランも1本差、打点は全然結構差空いてるな。打率と、もしかしたら打率とホームランを2冠取れた可能性あったんだな。もったいねえな。ちゃんと首、ちゃんと指差し確認しようぜ。首にするときはここピッチャーにします。でピッチャーを探してきてもらおう。いや大学生にするか。大学生にしよう。ガルシア63いいのか。唐川5球、能見さんは正直あんまり叶えられたくない。もう引退するし、石原も引退する、同じ理由で。どうせ FA しないし。田中もいいや、岸田もいいや。これはちょっと金をケチっていかないと。ちゃんとルーキーにあげないといけないから。ディクソンは正直ないでしょう。29歳って考えたら2000万あげようか。ロドリゲス252000万です。2人で仲良く2000万で。匠6500万高くねえか。でも出てかれる可能性考えたらな。とりあえず5000万で我慢してくれ。狭い狭い。55はおかしい。1号です。君は1000万現状維持。中川さんは最低年俸、青山も最、ここら辺は最低年俸で買い下ろします。クビにしないから俺。クビにしないだけありがたいと思えよ。石井なんて投げてないけどクビにしません。山本9点台ですがクビにしません。うちはこいつらはクビにします。サードまだいないんだよな。残しとかないといけないの。あーギリギリ足りないのか。クビにできないのか。損チャーホン800万でいいのか。やったぜ。あ指差し確認するの忘れた。ちゃんと大丈夫。えおかきくけこ、よかった。ちゃんと指差し確認するの忘れてた。危ない。積みポイント回避した。とりあえず1年か。あといける。あと1年がいける。ちゃんと指差し確認しよう。忘れちゃう指差し確認。今足りないのはサード。正直サードと外野だな。
サード、外野、ファースト。サード、外野、ファースト狙っていこう。ピッチャー少ない。こんな少ない、極端すぎんか。キャッチャー探してこいって言ったけど、それキャッチャー探してこいとは、キャッチャーで野手探せとは言いましたけども、投手がちょっと少なすぎませんか。さすがにリストアップ、野手はいっぱいいるんでしょう。このキャッチャー強くね。おー、いいね。サード、なかなかいい選手をいっぱい連れてきてくれたんじゃないですか。こいつかな、橋田かな。いや、立花、立花、橋田じゃない、全然何をどう見たのかよくわからんけど、切ったかか、これなんだ、立花田か寺岡。このキャッチャーもいいよな。とりあえずこいつだわ。弾道も触るし、単独、よーし。ドラニーで誰取ろう。サード欲しいんだよな。外野はとりあえず今取ったとして、あとサードだ。寺井気になるよな。やっぱ俺の中で気になるのは寺井だよな。ああいう選手好きだしな俺。あとサードかこいつか。DCFE 取るべきだよなキャッチャー。キャッチャー取るべきだったか、微妙じゃないか。で寺井も取っとくと。ピッチャーは全然いないからもう無理だ。こんなもんかドラフト。正直鍋だ、取っとくか。ファースト、サードできるんで、サードやってもらおう。最悪まあ、キャッチャーは石原もいるんで、2人とも成長できるんでね。キャッチャーアップは2人できるんで、まあキャッチャーは2人いてもいいでしょう。どっちか強い方がレギュラーです。ダメな方は控えでやってもらおう。今年の選手、広角持ち、吉田、強。こいつはやばいんじゃないか、広角持ち、いきなり。こいつはやばいぞ。やばい選手を取れてしまった。セカンドに、セカンドも浅丸いるか。で、キャッチャー、E か、タイタリ F か。肩は強いんだよな。でもミートもパワーもあるしね。あ、まあ、実際どうなんか分かんないけど、まあ、あと弾道も高いし、右投げ左打ちで、ドラフト3位、寺井。お、粘り打ち、いいね。強身体を、しかもで、鍋田。お、粘り打ちヘッドスライディング、いいね。なかなか今年の野手はいいんじゃないか。で、ダルビッシュ帰ってきた。ビッシュな、スロースターター一発負けんな。ビッシュはでもすごい4球種あんだよ。なんだこいつは。4球種プラスツーシーム。ビッシュはどうなんだ、強いのか。タイピンチ。でもコークか。コークは高いんだよな、さすがに。で、早熟でしょ、ダルビッシュ。絶対能力を取れるから。でも欲しいけど、5億はさすがにチームの運営できなくなるよな。取るともう補強終わりだもんな。 FA 取れないもんな。それやったら FA で選手取った方がいいよな。誰もメジャー行かない。中村晃、長野、中島、松山、B ランクか、C ランクじゃないか、銀次、
あ、微妙だな、今年めっちゃ微妙選手。岩田が FA 宣言してる。誰が拾ってくれるんだ。あー微妙。ここら辺に保証張りたくないよな。取るとしたら中村晃だけど、中村晃取るか。 C ランなら取るか。中村晃、中村晃にしよう。中村晃にしよう。まさか C ランク1億1000でカープなんて6800万で B ランクなのに。中村晃1111111できてくんない。1億1190111万で無理か。最悪別に中村晃はいいや。正直そこまで金を払う価値があるのかと言われたら、いやー払う価値あったか。まあいっか、まあいいや。一等い鶴岡亀井慶三、慶三取っといてもいいよな。1300万ならどうせ引退するでしょ。引退待ちをすればいいだけだし、クビにしなくても引退してくれるわ勝手に。ベテランは全然取ってもいいな、引退してくれることを考えたら。あとは金取る金合いだけど、根本とか取ってもすぐ引退するんだよな。逆境もあるようにね、取っとくか。三振は嫌だな。ゲレール取る。2億2000か。キャップは石川キャップ。使わないよな。美馬使うとしたら中継ぎで使うか。まあいいや、いらないな。小石はやれるんじゃないか、そこそこ。ヘルウェグ、リートゥーシェン、ボルシンガー、デリンジャー、なんか仲間っぽい。あるはしかも両方乗ってた。塚原、アダメス、モイネロね。赤徳が多いのはちょっと怖いんだよな。まあ、こんなもんでいいのかな。よし、今年全然補強してないな。慶三、小石、根本だけ。 FA も中村晃は取れなかったし、ドラフトで育成していく感じになってんな。正直な、金があんまりないからね。育成でいっていくしかないんじゃないか今は。どうしよう。匠、三島をコリアンリーグに行かして、で変化球ミートだけ買っとこう。でキャンプ、あートイレ行きたい、あートイレ行きたい、めっちゃトイレ行き、トイレちょトイレトイレ行ってきて、トイレ行ってくる、トイレ行ってくるわ。ふぅ、すっきりした。何したっけこれ。ソンチャーホン、スタミナシーまで行ったか。サークルチェンジもう伸びない。コントロール、スタミナ、カーブ、変化球伸びないか。コントロールだな。こいつもキャッチャーアップ。あ、そう、石原の逆境を覚えてるのか。弾道を上げてこいつにキャッチャーアップやらせよう。で逆境を覚えたら覚えさすか、後でキャッチャーを戸塚にも。寺井、広角誰かにつけたいな。こいつもだから広角持ってんだもんな。じゃあ対左で雄平はもう伸びなくなって、弾道3まで上がった。ミート上げるか。早熟だなこいつ、弾道一気に1から3って。特殊能力が得意らしい。
とりあえずミートでいっか。ケイゾー出るとしたらどこで出る？セカンドショートはありえるし、サードもありえる。根本はファーストもありえるんで、ファーストができるのが一番。外野もやっててもらおう。いろんなとこでやってもらわないと、どこで出るか分かんないからね。よし、じゃあオーダー考えよう。ピッチャー陣はあと1人入れたい。長川か。で、能見さん先発でしょ。先発足りてないのか、人。6人プラス田中健とかもいくか。で、野手の方はこいつはやっとクビにできると。加賀変化球覚えたじゃん。強。加賀3球種。根本は守備で負けとくか。桂三はミート。誰か広角覚えさせたいな。もったいないよね、広角余ってるの。ある程度パワーがあるやつじゃないと意味ないから。ディクソンに広角覚えさすか。今年はディクソン頼むよ、本当に活躍してくれよ。広角も覚えさすから。ショートはとりあえず継続か。いないからね。2番平田、3番浅村、4番ディクソン。こんな感じだな。キャッチャー B 使うか、キャッチャー E を使うか。使ってもいいな。対左は石原でいくか。石原多分対左、あ、D か。能見さんもっと上でいいでしょう。砂が一番最後。調子だ、調子だ、いい。調子だ、いい。関東じゃなくていい。調子だ、いいや。調子だ。あ、くしゃべそう。ああ。青山守護神でいいのかな。まあ、こんな感じでいきましょう。留学生どれぐらい帰ってくるんだろう。66日ってことはあと2ヶ月。開幕して1ヶ月ぐらいで帰ってくるんだ。すぐ帰ってくるんだ。結構バンクは強いのか。内川もいないしギータもいないよね。今見はいいのかな。まだカープはどうだ。野間、阿部、鈴木誠也、メヒア、バティスタ、菊池。すごい打線の入れ替え。キャッチャーも磯村になってるしね。相澤いないか。石原がすごい取れてるな、やっぱり。でも石原は一生コーチとしてやってもらいたいんだね。杉本が5番か。白崎。パワープロだと白崎がめっちゃ強くなるような。強くなるというか、レギュラー取るようなオリックスの。何なんだろうな、あれ。何なんだ、あの現象は。うわぁ、長川圭か。ほんとオリックス、トング取っといてよかったのかな。トングがいなかったら、今頃サール誰が持ってんだろう。白崎サード持ってんのかな、今頃。オリックスのサール誰だ、西野とか持ってんのか。そうなったら。やっぱサードって結構長打打てる選手がいいよね。個人的にやっぱサードにやっぱ長打打てる選手が欲しい。なんか田中俊太とか西野とかそういう系がサード守るより、やっぱりあのマッチとかやっぱ長打が打てる選手がいいなと個人的には思います。それでは今日はここで終わりです。バイバーイ。